まろやかな脂が特徴の鳥取和牛のサーロインこれを塩コショウでいただきます、うん、口いっぱいに脂の旨みが広がりましたとても美味しいですそして私がお肉を食べたここ後ろにはですね大仙も広がっているんですよね先月鳥取県宝木町にオープンした大仙リゾートサワダベース 地元産の食材や調理道具を完備していて1万平方メートルほどの敷地に17個のテントを常設していますちなみに寝具はというと寝袋ではなくエアーベッドです内装はスタッフ自ら考案したということですが中でもひときわ目を引くのがこちらのテントなんですがご覧ください畳が広がってるんですよね ちょっっと入ってい,ます、ね、いやこんなテントで畳なんて、最高ですね。インバウンドのお客様とかにも、すごくあの人気の和室になってますので、そもそもアウトドアで畳、<laughs> びっくりされてましたね。エントランス部分の管理棟1階には、カフェスペースやホテルのようなシャワー室が、2階に上がると、雄大な大山を一望できる展望デッキとなっています。 遊んで食べて泊まるこれらがすべて手ぶらで楽しめるのが沢田ベースの特徴です運営するのは法基町で旅行サービスなどを展開するともなり異業種参入のきっかけになったのが二千二十年このコロナが始まってですね当社はもともとまあ インンバウンド事業を、まあ、メイン軸としておりまして、その事業がまあほとんどこう継続が難しくなったと、まあ、ほぼゼロ。旅行サービスが軒並み打撃を受ける中、目をつけたのが、需要が高まっていたキャンプ事業でした2年前にテントなどオリジナルのキャンプ道具の開発、販売を始め、いずれは商品の発信拠点となる施設を作る構想を抱きながら、事業を拡大。 この度、沢田ベースのオープンに至りました。道具を持ってこなくてもキャンプを楽しめる。そして畳国内の旅行客はもちろん狙うのは中国や東南アジアからのインバウンド客です。通常の温泉とかまあ、ホテルさんももちろんいいと思うんですけど、一味違った。やっぱり体験地方のこの自然のきれいな。そのこういうならではのところもやっぱ味わいたいとイン今のお客様。 ににも来てていいたただけるように努力したいなと思っています。コロナ禍で苦しんだ経験を力に変えそしてキャンプブームを追い風に売りは国立公園大山の雄大な自然アフターコロナで増える海外客獲得を目指して新たな大山の観光拠点の挑戦が始まります